はい、マソゲームズでーす。はい、今日もね、新マソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。3日ぶり ?4 日ぶりぐらい。ね、ちょっと最近ね、バタバタしててあんまりね、マインクラフトをね、こっちの方アップできなかったんですけど、今日、久しぶりにやりたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、ですね、前回までのおさらいといいますか、前回が確か、こちらのネイチャーガーディアンに挑戦したいけど、挑戦できねえやっていうところまで、ね、お伝えしたと思います。で、ちょっとこれはネイチャーガーディアンとりあえず飛ばして、次ね、こちらのね、ウィンターガーディアンっていうのにね、挑戦したいと思います。これは、雪の、冬のガーディアンですね。これ召喚するのに実はいろいろ必要で、雪だるま何体か必要だったりとか、いろいろあるんですけど、実はね、氷が必要なんですよ。氷。で、僕ね、氷の作り方っていうのがね、わかんなくって、やっぱりシルクタッチのツルハシとかそういうので取らなきゃダメなのかなと思いまして、今日はね、エンチャントをちょっとしていきたいと思います。本をエンチャントしまくって、シルクタッチをゲットするぞという感じですね。はい。ねえ、本当は、そのエンチャントルームをとりあえず作る前に、ここのね、ここの床とか全部揃えたりして、ここにね、豆腐でもいいから家作りたいかったり、こっちにもしたいんですけど、ちょっと先に、エンチャントルーム作っちゃって、そのウィンターガーデンを倒して、その後、この家と、このね、村、を、改造していきたいと思います。まずは、ウィンターガーディアンを倒す方を3期にやっちゃいたいと思います。はい、こちらです。では、とりあえずですよ。とりあえず、ここにエンチャントの場所を作ってしまいましょう。とりあえずです。本当は、この2階とかに作ろうかなとか思ったりしてるんですが、果たして、という感じですかね。じゃあこちらポン。まずこのエンチャントをやりまして、なんか久々ですね、エンチャント。まあ普通にエンチャントのルームを作っていくような形でやっていきたいと思います。イエイ！こっちですよね。はい。これでエンチャントのレベル30までいけるのかな？はい。ちょっと見てみましょう。これね、実はね、エンチャントブック、持ってたやつですね。はい。まあ、こういう風な感じで、エンチャントブックっていろいろあるんですけど。よし。じゃあ、エンチャントをしていきたいと思います、本人。で、これ30までどうしてもやりたいんで、あ、うち。実はですね、僕は、冒険、何度も冒険行って、また冒険かよと思った方もいると思いますけど、実はね、こうやっていいアイテムがね、いろいろゲットできてるんですよ。これが、ボトルオブエンチャンティングということで、経験値のボトルです。こうやれば、経験値30すぐなるんで。イエーイ！まあ、簡単ですね。はい。といった形で33あるんで、1回目、ちょっとやってみましょう。果たして、1回でいけるかどうか。では、シルクタッチ、来てください！エンチャント、ゴー！何の本だろう？いきます！せーの！ほい！1アップ。これ何？ 1 アップ、I。1 アップ、I ってなんだ？そう、わかんないな。ちょっと調べてみましょう。はい。ということでですね、はい。こちらね、ちょっと調べてみたんですけど、なんかね、載ってないですよね。Wikipedia にも。これ、もしわかる方いらっしゃいましたら、ちょっと教えていただけたら嬉しいです。で、今またね、エンチャントボトル使いまして、もう一度、ちょっといきたいと思います。次こそ、シルクタッチ、来い！せーの、ボーン！シルクタッチ、来い！せーの、トゥン！フォーカスパンチ！また違いますね。シルクタッチってあるはずなんですけど。くそー！いや、なんか、前のね、僕のマスオのマインクラフトなどなどでもね、そに僕ねエンチャントいっぱいやったことなくて、実はこうやって本にエンチャントするのも初ぐらいです。あれ切れちゃった。実はまだまだねいっぱいあります。ボトルオブエンチャンティング、これで足りなくなったら最悪ですけどね。まだまだありますよ。どこだどこだ、ほらほらって言ってもあと 1,2 回分しかない。えマジか、そんなことあるか。次でマジで来なかったらやばいっすね。よしこれでいきます。ちゃう違う。よしではもう一度シルクタッチ来てください。せーのドンスコイッいきます。ゴーポイズンアイビーさん違いましたね。またねやばい、もう1回ぐらいしかできないかもしれない。やばい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 。よし今12あ違うか123あ違うか2回目か今1234回目ですね。いきます。せーの来い。いきますよ本見ます。せーのドンパラグライドパラグライドってなんだ。はい今ねパラグライドもちょっとねネットで調べてみたんですけど、ウィキには載ってないですよねパラグライドってね。え終わった。終わっちゃったよエンチャント。これはピンチですね。エンチャントでシルクタッチゲットできませんでした。本当にねやばいですね。冬のガーディアンに到達するにはやっぱりちゃんとこうモンスタートラップとかを作ってなんていうんですか、ちゃんと経験値をゲットしてシルクタッチをゲットして氷を取れるようになって望めとなんとなく言われているという、そういうことなんでしょうかね。あの氷とかをうまく利用していけないこともないとは思うんですけど。おうおうおうはいよし。ちなみに氷ってやっぱりできないですよね。さっき一応ここにね氷やっぱこういう風にしても氷は張らないですね。はいということでちゃんとシルクタッチをゲットしてねウィンターガーディアンには望んでいきたいと思います。だからまだちょっとウィンターガーディアンまで結構多分時間かかりますね。うんいや普通にツルハシでやればよかったのかもしれないな。はいで次回以降というかはいということでですね、まだまだウィンターガーディアンはいということでですね、ウィンターガーディアンには少し時間がかかるんで魔法の作成、あとこのマスオの村をもう少し拡張していくのを、先にこうやりながら、ウィンターガーデンを目指したいと思います。ちなみに今日もね、最後に一つ魔法をご紹介していいと思います。こういう魔法を作りました。これね、リフトっていうね、魔法なんですけど、いきます。ボーン。おー。ちょっと、かっこよくない？これ、なんだっていうね。と思いますけど、はいこれねチェストみたいなもんです。魔法のチェストでシフトをしながらこうやると消えるんですけど、まあこの魔法さえあればどこでもこうねチェストが開けるぞっていうそういう魔法です。はいまあ最後におまけみたいな形で今日はご紹介しました。ということでエンチャントでシルクタッチゲットできなかったんでちょっと今日のね目的はねダメだったんですけど、はいまあいろいろやっていきたいと思います。でとりあえずここのね村っていうか家をこう壁の中に家をいろいろ建てていきたいんで、なんかこうね Twitter とかでももしこういう家おしゃれですよとかなんかいいアイディア僕もちょっといろいろこういう家探したいな作りたいなとかねちょっと見ていくんですけど、なんかいいアイデアあったら皆さんよかったら教えてください。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。